の人、また聞いてくれているな。この前のイベントにも足を運んでくれていた。今日はいつもより道を行く人の顔が気になる。いまいち集中しきれていないようだ。なかなか調子が出ないな。昨日遅くまで起きていたせいだろうか。ただいま、母さん。ん？その CD は？父さんが。そういえば父さん、先月はしばらく部屋にこもっていたな。作曲か。母さん、その CD、少し貸してもらえないだろうか。相変わらず、父さんの曲はすごいな。今は違うジャンルにいるが、それでも。父さんが監修したオーケストラの端から端まで完璧に調和の取れた音色は参考になる。それに、緻密なだけじゃない。奏でられる旋律が持つ寂しさは、胸が痛くなるようだ。俺たちの、ビビッドバッドスクワットの曲は、今は、アキトと白石が作ってくれている。だが、俺も、いつかは、ビビッドバッドスクワットで歌える曲を作りたい。バッドドックスを組んだ頃、アキトが俺の曲を、綺麗に整っていると言ってくれたことがあった。だが、俺たちが目指している音楽は、そういうものじゃない。会場全体を熱狂させられる、力強い、心が震えるような曲であるべきだ。アキトたちが書く曲も、観客を沸かせる力がある。観客の目も耳も、俺たちに引きつけて離さない、という力強さが。しかし、俺の曲は、音のまとまりは悪くない。だが物足りなく感じる。アキトたちが持っている力強さやグルーヴ感にはまだ。あれからも遅くまでいじってみたが、結局納得のいく曲にすることはできなかった。帰ったらまた昨日の続きを。あれ、東也くん。トーマ、元気？おう、新た、また来たのかよ。いつも悪いな。って。失礼します、ソーマさん。青柳くん、来てくれたのか？感謝してよ。練習してたところを見かけたから、捕まえてきちゃったんだ。はあ？何してんだよお前。青柳くん、迷惑じゃなかったか？いえ、迷惑どころか、ついさっきまで俺の練習に付き合ってもらっていて、一人でするよりもいい練習ができました。その後に遠野さんが相馬さんのお見舞いに誘ってくれたので、俺もご一緒させていただいたんです。本当か？ならよかったけど。あ、そういえば前のイベントすごい評判らしいな。俺も嬉しいよ。なんで相馬が嬉しがるんだよ。はあ、そりゃ嬉しいだろう。お前が誰かと組むって聞いた時はびっくりしたけど、うまくいってるみたいだし安心してんだよ。青柳くんたちのおかげで新たがラッドウィーケンドに近づけたみたいだしな。本当にありがとう。いえ、俺も遠野さんにはとても助けられていますから。だってさ、
よかったな、新た。次のイベントもマジで楽しみにしてるからな。もし何か決まったら教えてくれよ。ラッドウィーケンドを超えるためにも、そして相馬さんの期待に応えるためにも、次のイベントに向けてもっと頑張らないとな。あんちゃんすごい。ああ、普段とまるで勢いが違う。何があったのか知らないけど、すごい気合だね。ナギさんのことが大好きです。ずっと憧れてた。だけど憧れてるだけじゃ超えられない。ラッドウィーケンドを超えるために、私はナギさんも、ナギさんのことも超えていくんだ。思うたいこと。ああ、ラッドウィーケンドの映像で見たナギさんに似た迫力がある。きっと思い出して歌っているんだろう。あいつにとってそれだけ大きな存在みたいだしな。俺たちも負けてられねえ。みんなすごいな。だけど私もみんなみたいに、ううん、みんなにだって負けないくらい頑張りたい。なんて迫力だよ。こいつらまた上手くなってる。俺たちも続こうか。気持ちよかった。白石に引っ張られていつも以上の調子で歌えたな。お前らまた化けやがって。ありがとうございます。この勢いのままイベント本番まで頑張りたいですね。うん、本番まで突っ走ろうぜ。けどその前に休憩しないか。さっきのでちょっと飛ばしすぎた。しょうがねえな。んじゃちょっとクールダウンするか。水が美味しい。あれ、東也くんも飲み物買いに来てたんだ。あ、東野さん、お疲れ様です。うん、お疲れ様。この調子だと次のイベントもいい感じになりそうだね。そうですね。みんなすごく気合が入っているようですし、この勢いを落とさず走っていきたいです。あ、そうだ、東也くん、この間はついてきてくれてありがとね。いえ、むしろ途中で帰ってしまってすみませんでした。いやいや、次の予定もあったのに付き合ってくれて嬉しかったよ。あいつもさ、東也くんが帰った後もすごく喜んでたんだよ。お前が来るより青柳くんが来てくれた方が嬉しいなんて言っちゃってさ。俺も楽しかったです。昔俺がここで活動を始めるずっと前から活躍していたチームについても教えてくれて、ライブハウスレッドのオープンイベントにラストを呼んだらお客さんが入りきらなくて大変だったとか。まさかあの箱にそんな歴史があったとは知りませんでした。あいつは昔から音楽好きだったからな。
ああいう話は俺もしょっちゅう聞かされたよ。そうだ、東也くんならいい話し相手になってくれそうだし、いつでもいいからまた行ってやってくれないかな。はい、俺でよければ。ぜひまた伺いたいと思います。あ、二人とも戻ってきた。おかえり。遅くなってごめんね。それにしてもみんなで集まってどうしたの？休憩中に少し次のイベントの話をしてて、もっとラッドウィーケンドに近づくために何か新しい挑戦をしたいねってみんなで話し合ってたんです。新しい挑戦？なあ、前のイベントでは大きな手応えも達成感もあったが、ラッドウィーケンドの熱狂まではまだ全然遠いからな。どうやったらこの距離が縮まるかっつうのは考えていく必要がある。なるほど。俺たちも前に集まって話していたな。それでナギさんの話を白石から聞こうということになったんだったな。足りないってことはわかるけど、どうしたら近づけるかっていうと難しいよな。そうだね、俺もこの前のイベントの後みんなと同じことを考えてたよ。それで思いついたことがあるんだけど、次のイベントでは一つのテーマをもとにそれぞれで新曲を作るっていうのはどうかな。はあ？新曲ってイベントまであと1ヶ月しかないのにか？ちなみになんで新曲なの？俺たちは前のイベントで相乗効果を生み出すことはできた。さっきの練習みたいにね。でもラッドウィーケンドに比べればイベント全体の一体感ってところでは全く届いてなかったと思う。だからみんなが同じテーマで曲を作って歌えば一体感が生まれるんじゃないかって考えたんだ。なるほどな。一体感を作るのに有効かどうか、いい切り口じゃないか。ああ、イベントが近づけば練習もハードになるし、その中で今から新曲を仕上げていくってのはきついが、やってみる価値は十分にあると思う。そうだな。わかった、俺もやるよ。だが肝心のテーマはどうしようか。そうだね、できればみんなが具体的にイメージできるものがいいんだけど。みんながイメージできるものか。ラッドウィーケンドに近づけるような。そうだ、ラッドウィーケンドで。え？ラッドウィーケンドでナギさんが最初に歌い出した瞬間って、それまで静かだったのに一気に熱量が上がって本当にすごかったなって。だから私たちで挑戦するなら、あの瞬間みたいな一瞬で胸が熱くなって気持ちが溢れちゃいそうになるものがいいと思う。だからそうだな、テーマとしては生と動とかはどうかな。いいね、俺も今でもよく覚えてるよ。ナギさんが歌い出した瞬間から会場の空気が変わっていったの。俺たちからもいろんなした。あんな感覚は後にも先にもあの瞬間にしかなかった。じゃ、それで決定だな。そうだ、テーマに合わせて曲を作るんなら話し合いを挟んでやっていかねえか。うん、もしみんな似たような曲作っちゃっても困るし、すり合わせはしておきたいな。自分じゃ気づかない案とかもらえたらもっといいものにできそうだし、いいんじゃない？ああ、それでいこう。で、この中でトラックメイクできるやつは誰だ？
今日からは達也、それに新田と光太郎だね。ビビットボットスクワットは東雲と白石がやっていたんだな。うん、私は結構前からナギさんや父さんに教えてもらってたんだ。俺はラッドウィーケンドを見た後からだな。本気でやんならやっぱ曲も自分で作るべきだと思ったし、4人で組むようになってからは俺かアンが考えついたらデモを作ってきて、出来が良ければ使うって方法を取ってる。へえ、なんかちょっと意外だね。まだ音楽を始めて間もない小羽ちゃんはともかく、東也くんなら俺たちのイベントでも使えるクオリティの曲を作れると思ってたんだけど。俺は一応作曲自体はできるんですが、まだ自分の曲に納得ができていなくて。納得ができない？はい。いくら作ってみても、俺の曲でアキトや白石、あずさわが歌っている姿が想像できないんです。俺自身がまだストリートミュージックの文化に慣れきっていないことも一因としてあるかもしれませんが。東也が作るトラックはクオリティは申し分ない。音のまとまりだって文句のつけようがねえと思う。うん、私たちもたまに聴かせてもらうけど、東也の曲ってすごく安定してるんだ。だけど東也が言いたいこともちょっとわかるんだよね。今回の生と動というテーマ、最終的にはあの瞬間、動のためのものだ。動がなければ生があっても生かしきれない。片方のイメージだけなら持てたとしても、アキトたちには悪いが、俺にはまだ作りきれないだろう。歌うことについては自分の殻を少し破れた気がしていたが、難しいものだな。まあそこまで気にすることじゃねえよ。簡単に解決できるならお前も苦労してねえだろ。東也が納得できるまで作ってみりゃいい。いくらでも待つ。いつかお前の曲で歌えんの俺は楽しみにしてんだ。ありがとう、アキト。つうことで今回の新曲なんだが。ああ、私の場合ビビッと思いつかないと全然書けないから、来月までに絶対作れるって言い切れないや。まあ今回はいつもと違って1ヶ月後に間に合わせるのが大前提だからな。となるとアンからアイディアをもらいつつ、メインは俺で進めていく方が良さそうだな。了解、アイディア出しは任せて。今はまだ大まかでいいから、今日のうちにそれぞれのトラックの方向性なんかも話しておきたいな。んじゃ、軽く詰めるか。できることなら俺も曲作りに参加したい。だが、あの瞬間のような心が震える曲を作るために俺はどうしたら。